皆さんこんにちは、まなみです。今回は私の一押しのリキッドファンデーションディオールスキンフォーエバーフリードマットがリニューアルされたので、新旧比較と7時間検証マスク検証をしていこうと思います。以前の公式サイトに載っていた情報をスクリーンショットしていたので、何が変わったのか比較してみたんですけど、変わった点はまず日焼け止め効果が SPF35PA3+ から SPF20PA3+ になっています。個人的には結構減ったなって感じたんですけど、夏とかだと日焼け止め効果の高い下地とかと合わせると安心かなって思います。で、カラーが8色から11色展開になっていて、あとサステイナブルっていう項目が追加されていたんですけど、環境負担を減らした手法とパッケージデザインになっているそうです。あと昔は載っていなかったと思うんですが、全成分がサイトに載っていたので分かりやすくなっています。この仕上がりにするためにこういう成分を使っているっていうのも詳しく書いてありました。あとはメインで 86% 美容液ベースって書いてあるんですけど、以前も 86% スキンケアベースって書いてあったので、どこまで変わっているのかはちょっとわからなかったです。昔の成分表を取っておけばよかったなって少し反省しているんですけど、とりあえずエキスが少し増えたのかなって思っています。あとテクスチャーも変わっているので、この後お見せしたいと思います。それではここから塗っているところをご覧いただくんですが、経年ニキビをアップでお見せしていきますので、ご覧の際はご注意ください。それでは実際に塗っていきます。今回はこのファンデーションを購入したら、コンシーラーがおまけでついてきました。セラムと、これもセラムですね、プレステージのピンク色のセラムもおまけでいただきました。あとネットでこのグローの方のサンプルを頼んだんですけど、このディオールスキンフォーエバースキンベール001番 SPF20PA2+ がついてきたので、こちらを使っていきます。下地を出してみました。濃いベージュの色がついています。垂れてきたりしないので粘度は高めの下地です。腕に伸ばしてみるとこんな感じで馴染んでいきます。腕に塗ると少しベージュ感は残っているので、肌のトーンがかなり明るい方だと暗いって感じる方もいらっしゃるかもしれないです。ただ私の肌だと色味はぴったりだなって感じるので、こちらを使っていきます。それでは左側にディオールの下地を塗っていきます。これもファンデーションと同じフローラル系の匂いがします。スキンベールっていうことなので、そんなツヤツヤになったりとかはせず、補正力はそこまでないんですけど、ナチュラルに毛穴の黒ずみとか赤みをカバーしてくれているっていう感じです。それでは左側はディオールスキンフォーエバーフルイドマット SPF20PA3+0N 番を使って、右側はディオールスキンフォーエバーフルイドマット SPF35PA3+1.5N を使っていきます。容量は同じ 30ml で、容器の大きさは一緒ですね。リニューアル前はキャップに光沢があったんですけど、リニューアル後はマットになっています。ファンデーションを出すポンプの部分も変わっていないです。この左側がリニューアル前で、右がリニューアル後の商品なんですけど、液体の緩さが全然違いますね。結構差があるんだなって今驚いています。それではリニューアルした方から塗っていきます。つけ心地がいいのは変わっていないです。すごく塗りやすいですし、毛穴落ちせず塗れるっていうのは変わっていないです。で、色味なんですけど、首に合わせて明るくしていただいたので、後から塗るリニューアル前のファンデーションとは色味の差がかなり出てくると思うんですけど、それによって少しカバー力とかも差が出てきてしまうと思うんですが、そこはご了承ください。ハンガー塗り終わりました。粘度が緩くなっていたので塗り心地がかなり変わってしまったのか不安だったんですが、リニューアル前と同じように綺麗に塗れました。今のところそこまで差は出てこないんじゃないかなと思っているんですけど、とりあえず右側も塗っていきます。
今塗って思ったんですけど、液体が少し緩くなっていることによって塗りやすさが増している気がします。カバー力なんですけど、色の差があるのでちょっと正確には判断できていないかなと思うんですが、このリニューアル前の方がカバーされている感覚があります。おそらく色味の問題もありますし、粘度がリニューアル前の方が高いのでカバー力も高くなっていたのかなと思います。洗顔塗ってみました。こんな感じで色味の差はあるんですけど、仕上がり的にはそこまで変わっていないと思います。塗っている感はどちらかといえばリニューアル前の方が出ているんですけど、もっと差が出るものかなと思っていたんですけど、そんなに変わっていないですね。粘度が低くなったことによって少しカバー力が下がっているかもっていう感じです。ちょっと同じ色ではないので正確ではないんですけど、個人的にはそこまで変わらないなと思いました。ということで、崩れ方に差が出てくるのか7時間検証していこうと思います。こちらは3時間後の動画です。おでこはそこまで変わっていないです。で、頬は少しツヤ感が増してきた感じがするんですけど、どちらかというとリニューアル後の方がツヤっとしているかなって感じています。で、鼻は両方とも少し皮脂が出てきています。でも全体的に見るとまだテカリっていう感じではなくてツヤっぽいです。こちらは5時間後の動画です。おでこはツヤとテカリの中間くらいです。鼻と頬は両方皮脂が出ていますが、どちらかというとリニューアル後の方が皮脂が出ています。でも両方とも毛穴落ちとかはなく綺麗です。こちらは7時間後の動画です。おでこはテカる直前っていう感じで、鼻と頬はテカっているかなって思います。よれたりしていないので綺麗なままテカっているっていう感じです。この時はレチナールを休んでいたので、その影響もあるかもしれないなって思います。メイク直しをするのでティッシュオフをしていきます。ティッシュオフしても綺麗で、毛穴落ちもそこまでひどくないですし、よれたりもしていなかったのでメイク直しはしなくてもいいと思いました。一応動画撮影のためにシャロンのひし形のスポンジで塗り直しているんですけど、これはティッシュオフによってファンデーションが薄くなっている部分にのせているだけです。こちら右側はファンデーションの量を多めに重ねて塗っていったんですが、毛穴落ちもせずより綺麗になりました。このように全顔塗り直したんですが、7時間経ってメイク直しをしたっていうのがわからないレベルで綺麗じゃないかなと思います。比較した結果としては、リニューアル前のファンデーションをお持ちの方はそれを使っていただいて、使い切ったら新しい方を購入していただいても塗りやすさとか使用感も変わらずお使いいただけるのかなっていう感想になりました。次は全顔リニューアル後の方を塗って、半顔だけパウダーをして検証してみました。赤いニキビがポツポツあったので、医薬部外品でニキビケアもできるオルビスのクリアデイケアベース SPF28PA3+ の下地を使っていきました。それではファンデーションを全顔に塗っていきます。塗っているところは2回目なので雑談をさせていただきます。以前レビューをしてほしいものがあれば教えてくださいっていうことを動画でお伝えしたんですが、その時に成長因子の美容液をレビューしてほしいっていうコメントをいただいたので、どれがいいかなって探していたんですよ。ただいろいろありすぎて何がいいのかわからないなと思って調べていたら、長期的な安全性に関するデータがないっていうことと、あと高配合のものはリスクの一つに発がん性があるっていうのが書いてあったんですね。とりあえず以前教えていただいたネオジェネシスのリカバリーセラムっていうヒト幹細胞培養液 70% 配合のセラムがあるんですが、それは発がん性がないっていうふうにサイトにしっかり書いてあったので試してみようかなと思っています。また使ってみたらレビューさせていただきます。
パウダーはシャネルのプードルユニベルセルリーブル N20 番を使って左側だけに重ねていきます。パウダーを塗った方がマットになって毛穴も目立ちにくい気がします。ということで7時間検証をしていきます。こちら3時間後の動画です。パウダーを塗った方は全然変わっていないです。パウダーを塗っていない右側なんですが少しツヤっとしてきています。で、こちらパウダー塗った方の鼻も少しだけツヤっとしてきました。頬とかほとんど変わっていないですね。こちら5時間後の動画です。パウダーを塗っていない方はツヤ感が増してきているんですけど、パウダーを塗った方はまだサラサラしています。パウダーを塗っていない方はツヤとテカリの間っていう感じなんですけど、頬も鼻も両方皮脂がより出てきています。こちらパウダーを塗った方の頬はまだサラサラしています。この鼻は3時間後よりもより皮脂が出てきています。こちら7時間後の動画です。おでこはそこまで変わっていないです。まだこちら側パウダーを塗った方はサラサラしています。パウダーをつけていない方は少しテカっていて、こちらのパウダーをつけた方はちょっとしっとりしてる感じですね。鼻はちょっと皮脂が出ているので、この後ティッシュオフをしていきます。おでこは直さなくても綺麗だなって思ったのと、パウダーをしていないこちら右側の頬と鼻はティッシュオフするだけでも塗った直後のような肌に戻りました。こちら側はパウダーをしていたっていうのもあって少し毛穴落ちはしているんですけど、そこまで目立っていないです。おそらく筆で直してしまうと毛穴落ちが悪化すると思うので、スポンジで上から少しだけ重ねようと思います。全然メイク直ししなくてもいいと思うんですけど、動画のためにメイク直ししておきます。ここは多分のせない方が綺麗だと思うんですけど、重ねてみますね。あ、でも意外と綺麗に乗りました。毛穴落ちひどくなるんじゃないかなと思ったんですけど、上から塗ったことによってあまり目立たなくなりましたね。こちら側はここの赤みが出てきたぐらいなので、ここに重ねておきます。ほとんど塗り直していないんですけど、アップでお見せしていきます。おでこは特に直すところがなかったので触っていないです。やっぱりディオールのファンデーションはすごいですね。毛穴落ちが目立たなくなったのにも驚いています。それではマスクを着用した日の動画をご覧ください。ポニーエフェクトのプライムプロテクト3ベース SPF50+ PA4+ を使っていきます。潤いのあるタイプの下地がいいと思ってこちらを選んでみました。早送りでご覧いただきます。ファンデーションも塗っているところをお見せするのが3回目になってしまうので、頬と鼻を塗っているところだけお見せしていきます。このようにカバー力が足りない部分は指で重ねていきました。シャネルのパウダーを全顔にのせていきます。パウダーも塗り終えるとこのような感じです。
パウダーをのせすぎるとマスクをして崩れた後の肌があまり綺麗ではないので軽く重ねていきました。こちらは5時間半後の動画でマスクは4時間ほど着用していました。なんでこんなに崩れていないんだろうって不思議に思うほど崩れていなくて、まあファンデーションは少し取れていて毛穴落ちもあるんですが気になるほどではなかったです。おそらく普段はもう少し崩れると思うんですけど、この日は調子が良かったのかなと思います。このファンデーションの長所は塗りやすいですし、毛穴落ちせず綺麗な仕上がりになるところと、崩れ方も汚くなくてメイク直しもしやすいところだと思います。端子はパッと思いつかなかったんですが、強いて言うならカバー力がもう少しだけあればよかったかなっていう感じです。完璧にカバーしたい場合はニキビとかニキビ跡をコンシーラーで隠す必要がありそうです。いかがでしたでしょうか。テクスチャーは変わったんですけど、塗り心地とか仕上がりは相変わらずいいなって感じたので、これからも特別な日に使いたいなと思っています。色が変わったっていうのもあって少しカバー力は下がったかなって感じているので、完璧にメイクをしたい時はコンシーラーを使おうと思っています。今度またサンプルでいただいたコンシーラーを使ってベースメイクをしてみますので、そちらもご覧ください。ということで、ここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。